ヘイフェスティバル2016-2008年5月のヘイフェスティバルにて TV 番組ジアーリーエディションの収録。ヘイフェスティバルはウェールズポーイスの平穏湧で毎年5月から6月にかけ10日間開かれる文学祭。1988年にノーマン・フローレンスと息子のピーター・フローレンスが発起したもので2001年に出席したビル・クリントンはこれを 心のウッドストックと表現している。平フェスティバルは当初から平穏イ近くの様々な会場で開催されており、2005年にはより広い会場へ移転している。主なスポンサーは2002年以降はガーディアンが務めており、それ以前はサンデータイムズだった。2011年から3年間はデイリーテレグラフ及び関連のテレグラフメディアグループが 新しいスポンサーになると発表された。ヘイフェスティバルは近年規模を拡大してきており、現在は音楽演奏や映画詞社会も行われている。子供向けのヘイフィーバーも並行して開催されている。またヘイフェスティバルは国際的な広がりも見せ、姉妹イベントがナイロビ、サカテカス、モルディブ、ケーララ、ベールート、ベルファスト、カルタヘナ。 アルファンブラ宮殿、ブリジェンドのパーク刑務所、セゴビアで開かれている。ヘイフェスティバルは2009年に、財政難のブレコンジャズフェスティバルの講演を行った。2009年のヘイフェスティバルには、文筆家のキャロル・アンダ・フイ、デビッド・サイモン、スティーブン・フライ、デイビッド・ニコルズ、ジェニー・バレンタイン、メルビン・ブラッグ、科学者のマーティン・リース、サビー・ネ・バーン、経済学者のアンソニー・ギデンズ、 ニコラス・スターン、ハワード・デイビス、ダニー・カー、コメディアンのディラン・モーラン、ダラオ、ブライアン、サンディー・トクス・ビグ、その他一般講演者として、デビッド・フロスト、デズモンド・ツツ、ローアン・ウィリアムズ、ロドリー・モーガンらが参加した。平フェスティバルは、2009年に、ウェールズで、英国女王賞を受けた11の受賞者のうちの一つで、ある。ありがとうございます。